なにみおちゃん、みおちゃん、みおちゃんいなくなったかと。駒形高校からの脱出。はあ、バカ林の呪いを受けた坂崎やっこに読み返りの秘術を諦めようと説得をするみお。すでに学校に他の呪影の影響も出ていたため、二人は急いで教室を抜け出した。ああ、みおちゃん、みおちゃん助けて。午前1時台、やこちゃん。先行き不安だ。駒形高校、校舎内。これが敵からの攻撃、スタンド攻撃を受けているのか、それとも、何それ以外だと何？ねえ、みおちゃん、今の何？もしかして私のとは違う呪影？そう、だと思う。ってことは、清悦の暗遁しかなくない？でも、キエズの暗遁はあれだよね。自分の暗闇に取り込んだ相手を殺すことを滑覆死させられるから。他の貸し主に見つかっちゃったのかも。入った瞬間にもう負け確じゃないのか。みおちゃんがいたからどうにかなった？あれ？どうしたの？そこの教室、誰かいる。赤。中で何か動いた。それなら、無視して進む。こっそり様子を見よう。さっきの呪影の貸し主かもしれないし、こっそり姿だけでも確認できれば、後で対策しやすくなるかもよ。確かにそうだね。やばいか。なら慎重に。あ、ちょっとでかくない？マスオさん出てきた。どう？何か見える？ちょっと見回してみて。怖すぎる。いる。なんだ？いる。城之内くんいる。だよね。城之内くんとあれ、聖子ちゃんカットの子だ、これ。あれ、担任の城之内先生と一緒にいるのは、A 組の奥田さん？これってどういう状況？やばいぞ、これは。映せるのか？あいつはまたここで殺さないと。呪詛講師。殺しちゃっていいのこれ。呪詛講師！やばいやばい死ね城之内死ねなんだこれは何の音だ？やっこちゃんダメ。これもあと奥田さんも。しょうがない。おい、そこ、誰かいんのか？見つかった。失敗。使っちゃダメって言われたのに。ダメだ。絶対ダメだよ。使っちゃダメだよって言ったのに。ごめんよ、みおちゃん。ごめん、我慢できなくて。逃げるよ。早く。使っちゃダメって言われたばっかなのに。城之内公平。こいつあれなのか？あれ、みちおちゃんにも手を出してたのかな？もしかして。あいつまたって言ってたもんね。高校教師。駒形高校の英語教師、2年 C 組の担当も務めている。深夜の教室で奥田瞳といるところをやっこたちが目撃した。子供の頃は成績優秀な優等生で、両親からも可愛がられており、その後も期待をかけられ続け、自然と一流大学進学を目指した。しかし、受験戦争の重圧で徐々に鬱屈するようになり、受験に失敗。ようやく入った大学でも、授業にもついていけなくなったことで、自信を喪失してしまい、やたら高い自尊心だけが残った。教師という職業も目指していたものではなく、唯一の取り柄を生かせるというだけで、生徒のことは完全に見下している。これでも後から追記きそうだけどな。奥田瞳。かわいい。聖子ちゃん方、ね。昔の髪型がいっぱい見れていいですね。本当にね。このゲームね。高校生。駒形高校2年 A 組に、在籍しているが、登校は稀な不良生徒。たまに来ても、授業をサボって取り巻きの不良仲間たちと屋上でだべって過ごすだけ。駒形高校にいる不良グループの中でも、特にたちの悪い存在として、教師から目をつけられている。入学時はそこまで素行不良ではなかったが、1年生の時に家庭の問題から荒れ始め、家に帰ることを避けるようになり、夜の街を徘徊するうちに他校の不良グループとつるむようになった。生活指導の教師から服装や生活態度について注意されると、その度に取り巻きの子らと数人と一緒に校内で暴れ回って、ガラスを割ったり、授業の妨害をしたりするため、最近では教師から強い言葉で非難され、体罰で強引に強制しようとする動きも多くなり、学校側との溝は深まっていく一方だった。取り巻きたちの中心にいるので、駒形高校のスケバンなどと言われてるが、本人に自覚はなく、どうでもいいと思っている。でもガラス割ったら弁償させられるのでは？弁償のやつが親に行くのでは？どうなのだ？関係ないのかな？値って言いそうだね。そうだね。一人称値。顔はやめな。ボディにしな。言いそう。おまんら許さんぜよとか言いそう。おまんら絶対許さんぜよ言わんかな。おまんらって言いそう、相手のこと。はあ、はあ、はあ。追っては来ないみたいだね。顔を見られずに済んでればいいけど。でもやっこちゃん、どうしたの急にあんな。あ、ごめん。止めてくれてありがとう。ヨヨをね、ぶつけながら相手に。なんか突然抑えきれない怒りがこみ上げてきて。私どうしたんだろう。なんかよく覚えてなくて。ほんとごめん。ペコリー。ペコリー。呪いの影響もあると思うけど、すごい場面見ちゃったもんね。私もまだドキドキしてる。そういえば、みおちゃん、A組の奥田さん知ってるんだ。あ、うん、ちょっと目立ってたから。そっか、スケバン張ってるもんね。学校にはほとんど来てないけど。貸し主なのかな、先生か奥田さんがもういるもの。わからないけど、一応警戒しておこうか。やっこちゃん。ん？私が合図したら走って逃げて。昇降口までまっすぐ。絶対に振り返らないで。え？なんで？何かあったの？いや、いるから。あったんだね。でも、みおちゃんは？私は大丈夫。正門の前で、外で合流しよう。でも、10分待っても戻らなかったら、すぐ帰って。うわあ！あ、はい、行って！かっこいい、この腕！指が。あ、うん！臨氷当社！振り返らない。あ、今の悲鳴何？離れ離れ怖すぎる。とにかく、外まで行かないと。正門は体育館の脇から。私がやるんすか？やこちゃん。やこちゃんじゃない、みおちゃん。あ、おい、何してんだ、おめえさん。おお、新キャラだ。くわえタバコ。ダメだぞ、おめえ。こんな時間に学校来てちゃよ。あ、足宮のおっちゃん。あ、なんだ。2年の坂崎か。つうか、学生が夜遊びってのがまずいかんな。公務員、足宮誠。いい人そうだけどね。風貌ちょっと怪しいが。更新。足宮誠、高校職員。駒形高校の公務員として勤めている男性。前任者がもうすぐ定年なので、交代要員として半年前から勤務。気さくで面倒見がいいことや、全校生徒の顔と名前をしっかりと覚えてくれていることから、生徒たちからも人気で、足宮のおっちゃんと呼ばれ、慕われている。普段はヘラヘラとした態度なのに、時折鋭い指摘をしてくるので、実はただならぬ経歴を持っている人物なのではないかと、様々な噂や憶測が生徒たちの間で囁かれるようになった。いずれ駒形高校の七不思議として語り継がれることになろう。そうなの？七不思議になっちゃうの？人気なんだね。ねえ、城之内くんよりいいよね。おめえさんはガサツモンだから、ぐれたりはしねえと思っとったんだからな。ガサツモンとか。ごめんなさい。ぐれてないです。いや、ぐれてないですし、おっちゃんこそ学校でタバコなんていいんですか？ああ、これは火ついてねえからよ。まあ大丈夫だろ。飾り飾り。つうか、話をそらすんじゃねえよ。相変わらず油断も隙もねえな。で、何しに来てんだ？いや、実は教室に忘れ物しちゃって。なんだ、またか。しょうがねえやつだな。あれ？でもよ、おめさん、何も持ってねえじゃねえか。鋭い。あ。ん？あるな。その手、何持ってんだ？え？やばい！いや、これが忘れ物で。祖父にもらった大切なものなのに、うっかり教室に忘れてきちゃって。最近の娘っ子は不気味なもん持ってんだな。まあいいや。用が済んだなら学校には黙っとくから、すぐ帰れ。てか、さすがにこんな時間に一人で帰すわけにもいかねえか。じゃあねえな、さっさと戸締まりしてくるから、ちょっと待ってろ。優しいな、ほんとに。優しいな、送ってくれるの？あ、でも、ミオのところに行かせず、一人で帰る。ミオがまだ残ってて心配。ミオちゃん心配。あ、実は、中にまだ一人友達が残ってて、すぐ来ると思うんですけど。あんだって誰だ？同じクラスの黒鈴美桜ちゃんが。ああ、あの転校生か。転校早々校則違反とは、そんな不良には見えなかったかな。いや、私が強引に付き合っちゃって。まあいい。ちょっと様子見てくから。あ、せめて二人で一緒に帰れ。あ、はい。美桜ちゃんは1階の廊下に何かあるかもしれないので、気をつけて。なんだそりゃ。1階だな。ちょっと待ってろ。大丈夫かな？いい人そうだけど、午前2時になったよ。大丈夫よ、これ。駒形高校、昇降口。帰ってこないんじゃないの、これ。誰も帰ってこなくなっちゃったんじゃない？送り出しちゃったよ。遅いな。数十分ほど待ってるが、あれから誰も出てくる様子がない。誰も？さすがに心配になってくる。行ってみるか。結局。死んじゃうのやだな。みおちゃんいる？みおちゃん。みおちゃん、滑腹自殺してないよね。おっちゃんとみおちゃん、揃って横に並んで滑腹自殺してない。腹切りしてないよね。うわぁ。結婚が。いや、足がない。ちょっと、左足がない。みおちゃんどうして？誰にやられた？今度はどこで間違えたの？私だ。私のせいだ。貸し入れ主がいたというのに。みおちゃーん。うわー。私、実は、私も死んだ？おいー。坂崎逆行死亡。死亡にゃー。あ、片派の坂崎逆行。片派のか。片派のだから片足なくなってた？なんとどうやら神山様の望まない結果に進んでしまったようですね。ただこれは仕方のないことでしょう。この状態で信用するのは危険な人物が一人いたわけですが。あなた様はその話をどこかで聞いているのではありませんか？であればその人物に大切な情報を伝えない選択もできるはずです。大丈夫です。その直前の場面から何度でもやり直すことができますから。情報を与えない？かしこまりました。さっきのおっちゃん？あれ？待って、じゃあこの人が、片派の、おっちゃんがって何持ってんだ？でも、貸し主であることはバレたよね。最近の子は不気味なもん持ってんだな。じゃあおっちゃんと帰ればいいってことか？じゃあ、おっちゃんに殺されたの？マジかよ。これで、みおちゃんのこと言っちゃダメなんだ。猫ねぐまいらっしゃい。みんなお仕事お疲れ様です。今日も一日。みおのところに行かせず一人で帰る。これか。そうだ。そういえば、校舎内で城之内先生がおっちゃんを探したよ。あんだって今来てんのか？何してんだ？それわかんないですけど、さっき2階の 3B の教室にいました。レゴだ。どの道戸締まりもできねえじゃねえか。わかった。2階だな。ちょっと行ってくるわ。あと、私なら家、すぐ近くて、ほんと大丈夫なので。そうか。そこの打開者だったっけ？じゃあ大丈夫か。気をつけてまっすぐ帰れ。できるだけ広くて明るい道を選ぼよ。何かあったら火事だって叫べよ。はーい。心配性ですね。そらよ、これ以上うちの生徒が減っちゃたまんねえだろ。つか、んなことはお前さんが一番よくわかってるか。はい、そうですね。いい人なんじゃないのこの人。まあでもあれか、貸し借主になったら倫理観ぶっ壊れるから、もともといい人でも、やっこちゃんもね、チャキチャキの江戸っ子なのに、すぐに人を殺そうとしたし、俺がやったんだけどね。めっちゃいい人でも結局倫理観ぶっ壊れるからダメかもしれん。蘇らせたい人のために、ね、関係ないやつ何人か殺してもいいやろみたいな。みおちゃん遅いな。どんなにいい人でもやばくなるかもしれん。これに呪われると。あれから数十分隠れて待ってるが、誰も出てくる様子はない。あ、別の道から誰か来る。誰だ？おきえ正吾。違う。ああ！あれはこれも奪われた後アンドン、キエズのアンドン。うわ、講師の荒石先生だ。うわ、うわ、言われてる。生徒からの人気はない。なんかキョロキョロしてる。何してるんだろう。そうか、よみがえりの秘術を発見した先生が今回の呪いと関係しててもおかしくないんだ。自走玉持ってるのかな？どうしよう。でも、みおちゃんが言ってた10分はとっくに過ぎてるし。せっかく逃がしてもらったのを不意にしちゃダメだ。見つかる前に逃げよう。ねえ、みおちゃんは無事？携帯とかないから連絡の取りようがないよ。自宅前。ポケベルはあるよな、でもこの世界。ポケベルは普及してるけど。あ、家だ。千の屋です。駄菓子おもちゃ。パン、タバコ。パン、タバコ。よかった。帰ってこれた。家がこんなに遠くに感じたのは初めてだ。明るくなれば呪いは使えなくなるらしいから、朝になったらすぐみおちゃんを探しに行かないと。今はとにかく、早く休みたい。おお、坂崎やっこの友情。もう無理ってこと？脱出失敗。分岐もあるぞみんな。脱出失敗、脱出成功。なるほど。光ってないってことは、光ってないってことだね。光ってないってことは光ってないってことだから、ここもいけないから、ここですか？シギマ春江さんの途中からでやればいいのかな。送り標識の呪いは受けたが、それは使わず、自走玉を奪うことで、よみがえりの秘術を使おうという提案に乗った杉間春江は、甲斐リヒターを、貸し主の探索に送り出した。途中から。橋の上の会話終了から、はい。それで、この後はどうするの？まだ見えてない貸し主の動向が気になるところだね。ひとまず、この隅田川は本所七不思議のエリアからは少し外れている。おそらく貸し主もここまでは来ないだろうから、少し考える時間がもらいたい。そう。わかった。あ、すいません。何？誰？あれだ！ 1% さんのとこにいた人だ、この人。若い女性が立っている。いつの間に。1% の。あ、突然声かけてごめんなさい。間違ってたらすいません。もしかして、貸し主の方ですか？いきなり。貸し主？なんだいそれ。よみがえりの秘術を使うための魂を呪いの力で集めてる方々のことです。あ、よみがえりの秘術はご存知ですね。今ちょっと話題になってるやつです。それは興味あるね。詳しく聞いてもいいかい？はい、いいですよ。私、当のあやめって言います。あやめちゃん。三角ついてる、三角。トライフォースが耳に。大学生、当のあやめちゃん。当のあやめという女性、年齢は20歳くらいだろうか。お手伝いじゃないかね、じゃあこの人は。1% のこんな夜中に一人で出歩くのは度胸があるからなのか、それとも貸し主だから？ポリンキーかもしれん。蘇りの技術を使うためにはですね。というわけで、貸し主を呪い殺せば、呪詛様に再婚がたくさん集まるらしいです。あ、理解できました？ありがとう。よくわかったよ。世の中には不思議なこともあるもんだね。それで、君もその貸し主ってやつなのかい？あ、私は違って、お友達のゆうたろうくんがそれなんですけど、友達？ゆうたろうの友達？ゆうたろうくん？交際相手かい？いえ、お友達です。波垣ゆうたろうくん。まあ、同じ穴のムジナみたいな。ん？同じ穴のムジナ？ねえ。仕事頑張って。波垣ゆうたろう 1% のこと。1% さんのこと。その貸し主のゆうたろうくんとやらは今どこにいるんだい？あ、実はゆうたろうくんは正確には、元貸し主ってことになるんですよね。元？はい、なんかいろいろあって、呪詛玉を手放しちゃったみたいで。最強なのにな、ゆうたろう。一流大学のエリートだと思ってたんですけど、肝心なところでちょっと残念なんですよね。いないとこでボロカス言われてる。なのでこうして私が貸し主を探していたんです。じゃあ、あやめちゃんもあれですか？貸し主と一緒にいることで恩恵を得たい、蘇らせたい人がいるってことですかね。波垣雄太郎のこと。みそ玉を手放したって、彼に一体何があったんだ？私は別行動をしていたので、詳しいことはわからないんですけど、さっき突然、呪詛玉は手放したって。でも、なんだか随分細かいことを気にされるんですね。いや、ただの好奇心だ。気に触ったならすまないね。あ、私は別にいいですよ。隠してるわけでもないんで。この子もなんか度胸がというか、怖いな、なんか。彼、ちょっと頼りないところがあるので、私がしっかりしなきゃって思います。でももう力ないんだから、もう一緒にいる意味なくない？力ないんだから。でもなんだ？このましか思っているんですか？話しかけた目的。もうないよ、最強の力。それで、どうして僕らが貸し主だと思ったんだい？ごめんなさい。なんか夜中に二人でコソコソしてて怪しかったんで。おっと、これは失礼。仮に貸し主だったとしたら、どうするつもりだったのかな？あ、はい。お持ちの人様を譲ってもらえないかなーって。いや、そう簡単に渡すものなのかな？そうかもしれないですけど、とりあえずお願いしてみないとわからないですから。なるほど。彼氏のためにそこまでするんだね。いえ、お友達です。それに、ゆうたろうくんのためとは限らないですよ。じゃあ自分のため？話しかけた目的。もう 1%、0% だからね。確かに。1% から 0% になったもんね。0% 君の 0% 君、今。話しかけた目的。1% 君から 0% 君になっちゃった。そうだ。手放したんだもんね。可能性ゼロ。あ、お二人が貸し主じゃないなら関係ない話でしたね。忘れてください。貸し主なんですけど、秘術のこと。君たちは蘇りの秘術を使って何をしたいんだい？ゆうたろうくんはゆうたろうくんで何か事情があるみたいなんですけど、なんか、ちょっと自分勝手というか、どうでもいい理由なんで、実はあまり応援したくなくて、ボロカスに言うな、マジで。ボロカスに言うな、おい。かわいそうだろ、おい、ゆうたろうが。せっかく死者を蘇生できるなら、もっと有意義な使い方があると思うんですよね。だから、ゆうたろうくんの呪詛玉、秘術を使う寸前に奪っちゃおうと思ったんです。あれ奪えてたら最強だったぞ、マジで。今んとこ最強だからな、マジ。あれより強いやつねえぞ。ま、それももう無理なんですけどね。あ、私がそう考えてたってことは、ゆうたろうくんには内緒にしてくださいね。ゆうたろう。かわいそうになってきた、ゆうたろうが。ああ、わかった。秘密を扱うのは慣れてる。わ、なんかかっこいいですね。春江さんずーっと無言だな。平日のこと。君は平日を奪ってまで誰を蘇らせたいと思ってるんだい？笑いませんか？あ、もちろん。それなら、特別に教えちゃいますね。私の壮大な計画。ですね、私、美大で版画を専攻してるんですけど、特に浮世絵が好きなんです。ほうほう、いいね、浮世絵。本当ですか？みんなは女の子が浮世絵とか変だって言うんで。なんか浮世絵って難解で崇高な美術品だから、敷居が高いように思われがちなんですけど、実際はそうじゃなくて、江戸時代の庶民たちに好まれた大衆娯楽だったんです。当時の人たちがこの線の一つ一つに同じときめきを感じたと思うと、胸が高鳴りますよね。ああ、なるほど。そういうものなんだね。語り出した浮世絵を。私、浮世絵師の中でも特に葛飾北斎先生の大ファンなんです。蘇らせる気か、葛飾北斎を。葛飾北斎を。ご存知ですか？もちろん有名だからね。確か江戸時代にこの本所に今日構えていたんだっけ？はい、そうです。さすがですね。富岳三十六景が有名なので、波と富士山の人みたいに思われがちなんですけど、それだけが、北斎先生だと思わないでほしいんですよね。そんなのは数ある作品のごくごく一部に過ぎませんから。なるほど。申し訳ないが、確かに僕もそんな印象だった。いいんですよ。これから知っていけば。北斎先生は90歳で亡くなるまでに3万点もの作品を残したと言われています。3万。それって80年間毎日1点以上書き続けないと達成できない数字なんです。すごいですよね。マジ？そうか。3万。それはすごいな。90歳まで書き続けたのか。1日に1枚？無理ではそれ。話持ってるだろ、絶対。1日に、これ 1日で書けるの？これわかんないけど。昔のあれで。それでも、まだまだ未熟だと先生はおっしゃっていたそうですよ。死の間際にも、天我をして5年の命を保たしれば、天我をして5年の命を保たしめば、神聖の学校となるうをうべし。と残されていても、ね、言いづらい。言いづらいな。天があと5年命を保たせてくれれば、私は本当の絵描きになれるって言うんです。意識高え。美術性だけでなく、娯楽としても熟練の域だったのに、それが一体どうなっちゃうのか。気になりますよね。でも、蘇りの秘術使って5年間生きれるのか？ 90 歳で蘇るのでは？おいおい、まさか。それに北斎先生は100回の転居を目指していたのに93回で亡くなってしまったのも無念だと思うんですよ。いやいや。現代の進歩した画材を使って果たしてどんな作品を描かれるのか今からワクワクします。つまり君は蘇りの秘術で。はい。葛飾北斎先生を現代に蘇らせます。バキみたいね。宮本武蔵。宮本武蔵を現在に蘇らせるみたいなやつもじゃあ、いるかもしれんぞ。じゃあ、そういう考えてるやつも。やめろ！やべえぞ。むちゃくちゃされるぞ、マジで。手で刀切られるぞ、手で。宮本武蔵、刀いらんからね。手で切れるからね。スパッ。おお、なるほど。そういう発想もあるのか。やばいぞ。とんでもねえ戦いが繰り広げられそう。そんなもののためにくだらない。葛飾北斎先生。更新ページ。葛飾北斎。言わずと知れた浮世絵師の巨匠で、1760年生まれ、1849年没。浮世絵の黄金期とされる江戸後期に活躍した一人。本所で生まれ、生涯のほとんどを現在の墨田区周辺で過ごした。代表作は、富岳三十六景や北斎漫画など。でも、すごくない？生涯のほとんどを現在の墨田区周辺で過ごした。けど、93回転居してんの？県外行ってないの？そうなの？周辺を93回も転居したの？それはすごいな。どっか県外行ったのかと思ってたよ。93回も引っ越してるらしいから。マジかよ。93回周辺を引っ越すのだいぶ、なんでなの？一箇所にとどまれないの？若年より多彩を発揮して幅広い範囲で作品を残しており、生涯に制作したその作品の数は3万点を超えると言われる。明治期に入ると浮世絵は、衰退していったが、彼の作品はジャポニズムの中心として世界中の芸術家に影響を与えた。北斎本人は高い名声とは裏腹に世間体や金銭に無頓着な人物で、かなり浮世離れした生活を送っていたらしい。有名な北斎の名も数多く名乗った号の一つにしか過ぎず、晩年には、画狂老人万事という画狂老人万事という、酔狂な号を名乗っている。90歳と長寿だったが、老いてなお創作に意欲的だったって。すごいな、いいな、なんか、面白い、ね、現代にいたら面白そうだね、すごいね。画狂老人万事。漫画のタイトルみたいだね、なんか。すごい。画狂老人万事。面白い、ユニークな人物だね。なんかね、いろいろなんか、あれだね、最先端を言ってる気がするよね、なんかね。今風な感じの感性を持ってたんじゃないかなっていう。へえ。面白いね。あ、それじゃあ私、この辺りで失礼しますね。夜のうちに貸し主を探さないといけないので。急に話しかけて失礼しました。それじゃあ、頑張ってください。何を頑張れって更新ページ。遠野あやめ、女大学生。波垣雄太郎と一緒に行動していた若い女性。葛飾北斎の浮世絵をこよなく愛するがゆえに、よみがえりの秘術で葛飾北斎を蘇らせたいと本気で願っている。マイペースだけど、ちゃっかりした性格で、自分の価値観を何より大切に生きる女子大生。この頃は CM やラジオ番組などで、女子大生のタレントが人気を集めるある種のブームとなっており、何もせずとも女子大生というだけでちやほやされているため、活用できるものは何でもうまく利用して、自分の利のために生きていこうとしたたかに考えている。でもしたたかだね。最近は少し頭が悪そうな態度を取れば、年配の男性から可愛がってもらえるということを学んだ。頭の悪そうな態度を取れば。波垣雄太郎とは街で彼から話しかけられて知り合った。興味はなかったが、実家が金持ちそうなので誘いに応じている。しかし、人間的にそこまで尊敬できなかったため、飽き始めている。怖え。女子大生ブーム。女子大生というだけで。まあ、それとは関係なく普通に可愛いもんな。くそ。強いな。これは放っておけないな。自走玉を奪うなら、当のあやめの行動を気にしておいた方が良さそうだ。今最後に頑張ってくださいと言っていた。きっと僕らが貸し主だとうすうす感づいていたのだろう。だろうな。こんな怪しい奴らいねえよ、こんな怪しい一般人。派手すぎるわ。まあ。いずれにせよ、自走玉を奪うという目的が同じなら、どこかで衝突する可能性は高い。もし、少し彼女を追跡してみよう。マダムは先に帰っていてくれたまえ。はい、行くんすか。おお、すげえすげえ。もういけるのこれしかないからね。ガンガンやっていくしかない。もしこのまま。貸し主と疑わしい複数の報告を受けた、春江。同じく自走玉を狙っているという、当のあやめの存在を気にしながらも、引き続き、甲斐リヒタに、貸し主散策を一任する。すごいな。リヒタ有能だよな、でもな。有能ゆえに殺されそう。シギマ春江、午前3時台。有能すぎるからフェードアウトしていきそう。甲斐リヒタ。シギマ邸前。それから、貸し主探しは引き続き、甲斐さんにお願いすることにして、私は自宅まで帰ってきた。誰もいない家に、ざわざわという庭の木がざわつく音が聞こえる。他は何もない？あ、あるじゃん。あったなめ鳥ナンバー 5! 1から5まで飛んでしまった。なめんなよ更新ページ。なめ鳥くん。あれこれなんか一人一人見れなかったっけほら。ぶっちぎり。ぶっちぎりって書いてある。あ、井田長五郎。井田長五郎。ダチョウだよね、ダチョウ。ダチョウ五郎。ダチョウに、ね、庭崎、鶏、庭崎鳥像、鶏ね。鶏に、ダチョウ五郎。ぶっちぎり。ここはなんだこれなんだこれ。レッドブルなんて書いてあるこれ。後ろなんだこれ。列から始まるのなんだこれ。後ろにね、多分当て字が書いてあるんだけど、漢字に。これなんだこれ。後ろのやつわかんねえな。列から始まる、あれ、当て字教えてみんな。ぶっちぎりはわかった。仏、恥、義、正義の義、理科の理、ぶっちぎり。なんだあれ。列から始まる、当て字。気になる。他は、屋敷。関東大震災後にこの場所に移設された古い屋敷だ。幸い戦時中も被害を受けずに今も残されている。ここで生まれ育ったけど、もっと新しくて綺麗な家に憧れていた。そうなんだ。杉間邸。杉間家は古くは本所に武家屋敷を構えていた家柄で、近代以降も代々警察官僚を務めるような名家であった。もともとはもう少し郊外に建てられていた屋敷だが、1923年の関東大震災の後、現在の場所に移設された。かつては要人がたびたび訪ねてくるなど活気も感じられたが、1年前の事件以降、家主が塞ぎ込むようになってからは、この邸宅もひっそりと静まり返るようになった。あの事件さえ起きなければ。他はないかな。まあいいか。見つけれたしな。いや、これもちょっとコンプしたいな。できれば。玄関。ここで待つ。ここで待つ。待って考える。こんな調子で再婚が本当に集まるのだろうか。もしこのまま誰も呪いを使わなかったら、あの子を蘇らせる機会がなくなってしまう。安心してくれ、みんなやる気満々だ。みんなやる気満々。倫理観ぶっ壊されてるからな。すげえ、もともとすげえいい人でもやる気満々になってるから大丈夫。わあ、おお、こうなるんだ。杉間春江の願い。トロフィーもゲットして、次は堤哲夫編です。いくか。予告電話。誰から？前回のあらすじ。消えずの行灯の貸し主だった荒石秀樹を説得し、これで合計3つの地玉を回収した。堤とエリオは残る貸し主を見つけるべく、町内の捜索を続ける。でももう3つ持ってるからね。そのうち1つは超最強だし、嘘つけねえし、堤哲夫午前4時台。今んとこ最強なんじゃねえかなと思っている。老将。今んとこね、3つ保有してるから。一番蘇りの秘術に近いかな？まあ、求めてないけど。さて、とりあえず、七不思議に関連する場所を一通り巡ってきたわけだが。はい、次の場所で最後ですけど、ここまではまさかの収穫なしです。どいつもこいつも怪しく見えて、片っ端から縮出したんですけどね。タイミングが悪かったのか、活動してる貸し主が意外と少ないのか。駒形高校に行け、駒形高校に。これは朝までにもう一周必要なやつですかね。あるいは、我々の動きが察知されているとか。まさか。ま、とりあえず最後の場所に行ってみるか。なんかあるといいんですけどね。リヒターこのことも知ってるんじゃないか、リヒターは。有能だから。金絞り公園。おお、公園に来たか。公園には俺がいるのではいたー。金絞り公園、お久しぶりです。お二人とも、お久しぶりです。おいおい、おい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 。死んでる。しまった、やられたか。呪いか。とにかく通報してきます。よし、任せた。俺は付近を調べる。懐かしい。元主人公です。前は生きてる状態だったのにな。歴史変わっちゃったから。ボスダメです。なんだダメって。今、区内で別の変死体が発見されていて。救助隊も鑑識もそっちに出払ってて、到着までしばらくかかるそうです。ああ、放置。しかも放置。それはダメだ。他にもやられちまってたか。貸主の仕業でしょうか。死因は死因、他の。このタイミングで変死体が出たなら、まずそれを疑ってかかるべきだろうよ。くそ、しばらくここで待機か。俺だって水死、溺死してるから、溺死。陸上で溺死してるから。マジか。話せないんだ。おボス、電話鳴ってますよ。早く出ないと終わるだろう。この周囲に貸し主や樹影がいないのはさっき確認した。静かな公園に電話のベルだけが響いている。20代くらいの青年が無残な姿で亡くなっている。絶命していることは確認したが、少し見ただけで死因がよくわからない。目立った外傷は見当たらないが、顔から出てるのは水か。溺死。行くか、切れる。電話に出る。仕方ないな。行ってくる。はい、お気をつけて。呪いかもしれないですけど。おい、待て。それで俺を行かせようとしてたのか。体勢ある子は行くべきでしょ。ほら、ボス、早く早く。くそ。呪いかもしれないからボス行ってください。俺への敬意が足りない。はい、こちら、金絞り公園。よー、堤刑事、調子はどうだ？誰だあんた。ははは、やった、本物だ。あんた堤刑事なんだな。ああ、違うか。今はもう、昇進して警部なんだっけか。しばらく沙汰のねえ間に偉くなったもんだな。お前は誰だと聞いてるが。これ根津か？根津文親だっけ？んだよ、忘れちまったってのか？俺の答えよ。あん時あんなに俺のことを追いかけ回してくれたのによ。その声、まずか。根津か。根島だ。根島文親か。根島文親って、根島事件の犯人？温厚なやつじゃなかったのかよ。これが本性か？あったり、さすが。堤警部様、よく覚えておいてだ。こちとらあんたらのおかげで20年も無所暮らししてたからな。ねぎらってくれよな。そりゃご苦労だったな。罪は十分償えたか。ああ、そりゃもう、おかげさまで綺麗に生産できたぜ。嘘つけ。無期だったお前の罪が20年程度で償えるわけがねえ。知らねえよ。司法制度が俺の仮出国を認めてくれたんだからな。なんだと。これが本物の根島文親だとしたら、当時検挙した俺を相当恨んでるはずだ。狙いは俺へ参りか。くそ、こんな時に。なんでここにいるって分かった？何が目的？どうして俺の居場所が分かった？どうして俺がここにいると分かった？ああ、いいね。それだよ、それ。その戸惑い。うほ、最高だ。たまんねえ。救えねえよ。せいぜい悩んどけ。教えねえよだった。救えねえ。お前は救えねえ。じゃあ特別にヒントあげよっかね。おう、頼む。俺はな、救えねえ。片派の足を持ってんだ。ってことは用務員か？あれか？待ってね。ごめん、待ってだけど。顔全然違くね？待って、根島どこだ？これがなんて名前だっけ？いや、眉毛同じかも。か？足宮誠か？だってね、足宮誠に美桜ちゃんのことを話したら美桜ちゃん片派の足でしょ。だって能力。美桜ちゃん片足なかったもんね。左足なかったよね。右足しか。いいやつだと思ってたのに違うってこと？でもなんか痩せたって言ってたもんね。なんかなんだっけ春江さんが駒形高校の前で根島を見たって言ってたもんね。痩せて人相も変わってって言ってたから。そうなのか。ジェジェポイゲレシェイ。そう、春屋さんが言ってたんだよな。こいつだったっけ？後ろ姿映ってたよね。後ろ姿これだったっけ？服装とかもなんか見えてた気するんだけどな。マジかよ、だって通名で働くことも許されるらしいからね。名前堤、あんたは落ち葉なき死持ってんだっけ？ねじまー！お前、かしり主なのか？呪いの力使ってんのか？ああ、俺の呪いにはな、ちょっと特殊な使い方があって。おっと、ヒントはここまでだ。ははは。お前がかしり主、よりによって、最悪のやつの手に。おい、連続殺人犯の手に渡っちまったよ。何が目的だ？お前さん何が目的だ？こいつはもう、ねじまはもう、足洗い屋敷でやるしかねえ。やろうもう、やつはやっていいだろうもう。足洗い屋敷使えば一発だ、あんなの。いや、実はさ、おめえ、ボイス音量ゼロにできねえだろ、どうせ。ねじま。ねじま、おめえはボイス音量ゼロにできないから死ぬんだ。俺も反省してるんだな。実は仮出国から今までもおとなしく過ごしてきたわけよ。仕事も斡旋してもらったしよ。真面目に地道に生きるのも悪くねえかもな。ってな。おう、それはいい考えだ。俺も応援するぜ。でもダメだな。いい機会があるとなったら、やっぱ我慢足んねえのよ。やっぱりあんたにお礼しとかなきゃ、俺の新たな人生は始まらねえなって。くそ、わかるよな、この気持ち。いやいやいや、お礼とか気にすんな、無理すんな。そのままつつましく生きるのがいいぞ、きっと。大丈夫大丈夫。別に無理じゃないからよ。でな、あんたを直接ばらすのはまあ簡単にできるんだが。それじゃあ20年間、飼い育ててきた腹の虫が収まんねんだわ。おいおい、ずいぶん育てたもんだな。この腹の虫ともにあんたを捧げることだけを考えて、地獄のような20年間を乗り切ったんだぜ。性格の悪い監視からの嫌がらせも必死に耐えて、模範員を演じることができたのも。あんたのおかげだよ、堤。あとはおめえさんが受け入れてくれるだけでいいんだよ、俺の思いを。そりゃ俺には重いな。うるせえバカ！そういう態度だからおめえは後回しなんだよ。うるせえバカ。模範囚か。模範員。模範員。囚人の囚だもんな。因縁の因ではない。何が目的だ？何をするつもりなんだ？俺なら逃げも隠れもしない。おめえじゃねえって言ってんだろうが、人なら指揮をばらすぞ。あのな、俺はな、おめえが絶望に打ちひがれ、泣きやめいて俺に土下座するところが見てんだよ。娘とか奥さん狙うぞ、これ。ねじまさんごめんなさい。もうしませんからこれ以上許してください。うっせえやめろ！おめえのそういうとこが昔からできるなんだよ。ダメか。なんでそれで俺が満たされると思えるんだよ。おめえどうかしてんぞ。おう、じゃあどうかしてるとおした。仲良くしようぜ。ここでこれできるの強いな。しかも乗ってくれるし。そういうひょうひょうとした態度が取れんのも今のうちだけだぞ。これからあんたが大切に思う人物からばらしていくことにすっから。悪いが俺ははぐれ者だ。そんな大切なやつはいねえよ。え、ボス、俺はいや、もしかして俺が狙われないように。ポジティブ。ポジティブだな、すごい。大切な人がいないなんて、釣れないこと言うなよ。そんなこと言ったらよ。あんたの可愛い一人娘が可哀想じゃねえか。やっぱり知ってる。おい、バカやめろ。それだけは絶対やめろ。おー、いいね、いいね。その調子だよ、その調子。娘さん、今は大学に通うために一人暮らししてるんだよね。偉いね。あれ、そういやちょうど本所のあたりに住んでるんだっけ？え、そうだったのか。ああ、いやいや、待て待て。冗談じゃ済まされるぞ。やめろ。絶対許さん。やめろ。すぐ捕まえてやる。ああ、いい。いいよ。そのうろたえぶり、すごくいい。はあ、くそ。うろたえてる？じゃあ最後にもう一つ。ああ、いや、むしろこっちが本題だったかもな。まだあんのかよ。もう腹いっぱいだから下げていいぞ。遠慮すんなって。こっちがメインディッシュだ。あんたもさ、別居中の娘だけじゃ、こう、今一つ盛り上がんねえだろ？立場的に。いや、十分大フィーバーしてるが、頭の中が。だから特別にあんたらが一生懸命守ってる大切な市民も、まとめてばらさせてもらうことにするよ。何を言ってる？なんと俺の呪いならそれができんだよな。次の日暮れと同時に結婚させてもらおうかね。最低でも数百人はいけるかな。それ全部おめえのせいだぜ。自分のせいで一般市民が大勢死んだらつれえよな。悲しいよな。ははは。バカな。そんな強い呪いが素人に。残念ながら持ってんだわ。俺のそのままちと強力なやつみたいだよ。で、俺ならそれをためらいなく使いまくれる。この呪いの霊野菜はまさに俺のためにあるようなもんだな。やけに詳しいじゃねえか。入れ知恵されたな。誰にださあな、よくわかんねえや。だったら俺はそれより先に自決して、お前の望みを台無しにしてやるぜ。ざまあバカか。あんたが先に命を絶ったところで中止にはしねえよ。逃げんじゃねえぞ。くそ。死んでもダメか。このみかいらっしゃい。出所後の身元なんぞ調べればわかる。逃げ切れると思うなよ。ねじまん。12時間って制限時間内で、組織がどこまで動けるもんかね。大きな犠牲が出てよ。おめえが後悔に身をよじらせるのが楽しみだな。その上俺は蘇りの秘術に必要な再婚を得られる。最高だ。おい待て、ねじまん。お前秘術を。じゃあな、あばよ。誰に使うんだねじまん。霊野菜のことも知ってるね。みおちゃんは知ってたから、みおちゃん系の人に聞いたんです。みおちゃん系みおちゃんぐらい詳しいやつがいるってことだよね。もうそれはもう犯人しかいないのでは、みおちゃん以外にそれを知ってるのは。ねえ、霊野菜を起こした黒幕とつながってるってことですかね。坊主聞いてたか、エリオ。根島文親が何か企んでるんですか？ああ、とにかく、根島を探し出して拘束するのが最優先だ。本部に要請する。いや、もうやるしかないだろう、もう足洗い屋敷で。でも足洗い屋敷よりも強い能力持ってるってこと？じゃあ、片刃の足。条件なんだろうな。デメリットないのかな。デメリットあるやつとないやつあるからな。だが厄介なことに、七不思議の呪いが絡んでくる。根島が貸し主だったんですか？よりによって一番面倒なやつだな。あいつの呪いは一度に大量に殺せるものだし、みつみつ捜査員が呪い殺されるのは避けたい。根島の居場所特定までは人海戦術に任せるが、その後は俺らが乗り込む必要がある。今のうちにできるだけ術玉を回収しまいたい。急ぐぞ。オッケー、ボス。はーん。その後、この晩のうちに合計で3人の変死体が発見されたことが報道された。呪詛関連や根島の殺害予告については秘匿情報として公開されなかったが、先日のなんだこれ、西安警察の、吉見はじめの変死から続く本所連続開始事件として世を騒がせることとなった。あ、生活安全課か。わかんないよ、西安警察って言われても。生活安全課の刑事、吉見はじめね。西安警察。なんだろう、西安って思った。警察では、根島の、根島じゃない、根島、堤の要請により、根島文親の大規模な捜索網が敷かれ、堤とエリオは夜通しで付近での貸し主の捜索を進めていったが、結局、無作為な捜索では何も見つけられず、こうして呪われた夜は明けるのだった。次の日、日暮れまであと12時間。おー、楽しくなってきた。おー、堤哲夫の捜査。いや。あ、なんかみおちゃん普通にいるかもしれん。奥田ちゃんって。気になる、どうしよう。